こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書であることとすることのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。であることっていうのは物事のあり方とか状態を重視する価値観のこと、一方ですることっていうのは行動とか過程を重視する価値観のことです。わかりやすく言うと、であることっていうのは江戸時代の価値観、江戸時代においては武士であるっていうことが重要だった。その武士が力が弱かったり能力がなかったりしても武士であるっていうことに価値があった。一方でいくら農民が能力があって力があったとしても農民は農民、武士になることはできなかった。一方で現代においてはすることが重視されている。その人がどこで生まれて親がどんな人かっていうことよりも、その人がどんな行動をするのか、どんな能力を持っているかっていうことで、その人自身の価値が決まっていく。つまりその人の身分とか地位よりもその人の中身が重視される社会だっていうこと。こういうふうに聞くとね、であることよりもすることの方がいい価値観じゃないか、こういうふうにみんな思うかもしれません。でもね、もちろんそうだと言える時もあるんだけど、この世の中の全てのであることを否定してすることに変えることにはやっぱり問題があるんだね。それは一体どういうことなのか一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。筆者の丸山正夫さんが学生時代に民法の講義を聞いていた時に、法律の授業を受けていた時に時効という制度について習った。時効っていうのは一定の期間が経つと権利が消滅してしまったりすること。例えばね、みんなが誰かからお金貸してこういうふうに言われてお金を貸したとするよね。でね、その後でそのお金貸した人なかなかお金を返してくれないの。でもね、ちょっとお金返してって言いにくいな。こういうふうに思ってね、催促をしないままある一定の期間が過ぎた場合、例えば10年間が過ぎた場合、もうね、みんなはそのお金を貸した人にお金返してこういうふうに言えなくなっちゃうの。みんなが持っていたお金を返してもらうっていう権利がなくなっちゃうわけ。これが時効っていう制度なんだけど、これ聞いてみんなどう思う？筆者はね、最初ずいぶん不人情な話だ、こういうふうに思ったの。いやいや、それおかしいでしょ。せっかくお金を貸してあげた人に対して思いやりがないんじゃないか、こういうふうに思ったんだけどね。この時効という制度の根拠となっているのは、土台となっている考え方っていうのは、権利の上に長く眠っているものは民法の保護に値しない、こういった考え方なの。つまりね、みんなが誰かにお金を貸したとして、みんなはその人に対してお金を返してこういうふうに催促する権利があるよね。で、そういうふうに請求しているうちには、みんなが持っているその権利は消えないの。みんながある一定の期間、ずっと相手に催促しなかった場合、請求しなかった場合、時効になる。つまりね、ここで言う権利の上に眠るものっていうのは、自分が債権者であるっていうことで、つまり自分はお金を貸した人からお金を返してもらう権利がある。その状態に満足しているだけで、であるという状態になっているだけで、その権利を実際に行使することがなかった。ね、10年だったら10年という期間の間、一度もその権利を使ってお金を返してこういうふうに催促しなかった。こういうふうな人を権利の上に眠るもの、こういうふうに表現しているんだね。つまり民法という法律の中では、ある権利を持っていたとしても、それを行使しない場合、することがない場合、単に自分が債権者であるという位置に安住している、それではその権利なくなっちゃいますよ、こういうことなんだね。で、みんなこの話を聞いて、へえ、民法って変わってるんだな、変わった考え方するんだな、こういうふうに思ったかもしれないけど、実はね、この考え方、民法という一つの法律の中だけで当てはまる考え方ではないの。そこには極めて重大な意味が潜んでいる。つまりね、この権利は行使することによって、使うことによって守られるっていう原則が、この近代社会の中のあらゆるところで使われているんだね。それはね、いろんな制度とか哲学とか理念、考え方の中で基本となっている。だからこの考え方をいろんなところに広げてみて、もう一度私たちの社会や考え方っていうのを見直していくことができるんだね。例えばね、日本国憲法の第12条を見ていってみましょう。そこにはこういったことが書かれている。この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によって、つまり耐えることのない努力によって、これを保持しなければならない、これを守っていかなければならない、こういうふうに書かれているんだね。でね、これは憲法第97条の宣言と対応しているの。この憲法第97条っていうのは基本的人権の不可侵性を示しているんだけどね、みんな一人一人が持っている人権っていうものは誰からも侵害されてはならないものだ、こういうことなんだけど、これはね、何も言葉でだけ考えられたことではなくて、そこには人類の自由獲得の歴史的なプロセスがあった。人類はこの基本的人権を獲得するためにフランス革命やアメリカ独立戦争、そして日本の場合であったら太平洋戦争と多くの血を流してきた。たくさんの犠牲者が出た。今みたいに広く基本的人権が認められるまでには、それぞれの国でそれぞれの国民が努力を積み重ねてきたプロセス、過程があったわけだ。つまりみんな一人一人が今みたいな人権を獲得するために歴史的に多くの血が流されてきたっていうこと。人権っていうのは一人一人が元から持っているものだと言いつつも、人間一人一人がその人権を獲得できたのは人類の歴史の中でほんの最近、ここ数百年の出来事だったっていうこと。だからね、人類がその人権を獲得するまでたくさん努力したこと、歴史的にやってきたことっていうのを将来に向かって投射しているのがこの憲法第12条だっていうこと。今の国民に保障されている自由とか権利っていうものはずっとあったものでもないし、これから先確実にあるもの、 100% なくなることがないものではないっていうこと。そこには国民一人一人の不断の努力によってこれを保持する、守ろうとする意志や努力が必要となってくるっていうことなんだね。つまりね、今の時代を生きているみんなに、今までの人類が歴史的にやってきたこと、努力してきたことっていうのを、みんなの世代で止めずに、それを未来に向かって延長していってほしい。それがこの日本国憲法第12条の意味で、将来に向かって投げかけられたもの、こういうふうに考えることができるわけだ。で、こういった考え方、精神っていうのは、先ほどの民法の時効の考え方と似ているよね。つまりね、みんなは今の時点で自分が権利を持っているとか自由だ、そういうふうに感じていたとしても、そこで終わってはならないっていうこと。現代の社会においては、であること、それだけでは足りないの。ね、自分が権利を持っている状態、自由を持っている状態、でもそこで何もしなかったら、することをしなかった場合、その権利とか自由を行使しなかった場合、使わなかったら、みんなはその自分が持っているはずの自由とか権利を失っちゃうよ。それが現代の考え方なんだね。で、このことはただ単に脅しではないの。例えばね、最近100年の西欧の民主主義の道程、道のりが示しているもの。それはね、2つの世界大戦、第一次世界大戦、第二次世界大戦とか、ファシズムによる弾圧とか、そういったものによって数多くの犠牲者が出た。だからね、その時の国民っていうのは、昨日まで自分たちが持っていた権利とか自由っていうものを、次の日の朝になるとなくしていた。昨日まで自分はこの国の主権者だったのに、今日はもう主権者でなくなっていた。こういった事態が本当に起きたんだね。だから日本国憲法の中でも、あなたたちが今持っている自由とか権利っていうのは使い続けなければならない、行使し続けなければならない、こういうふうに警告が発せられているんだね。でね、みんなここでちょっと自由について考えてみてほしいんだけど、自由が嫌いな人ってあんまいないよね。みんなね、自由っていいよね、こういうふうに言うでしょ。そう、アメリカのある社会学者が言うところによると、自由っていうものは祝福するのは優しいね、それを褒めたたえることは簡単だ。でもね、それに比べて自由を擁護すること、守ることは難しい、困難である、こういうふうに言っているの。でもね、さらに難しいことがあるんだって。それは私たち市民が自由を日々行使すること、これはさらに困難である、こういうふうに言っているの。そう、ここで言われていることも日本国憲法第12条と同じこと。すること、つまり行動を重視しているんだね。みんなね、今自由な状態かもしれない。でもね、そのであることに安住してしまって、その上でくつろいでしまって、その自由を使って行動しなければ、することをしなければ、その自由なくなっちゃうよ。自由であることを祝福している間に、いつの間にかその自由の中身が空っぽになっていて、あなたたちは今持っている自由を失ってしまうよ。こういうふうに言っているの。つまり自由っていうのは何も置物みたいなものではなくて、そこにあるものではなくて、現実の行使によって使うもの、自由を現実に行使することによってのみその自由は守られていく、
こういうことなんだね。これってみんなが考えている自由のイメージとはちょっと違うんじゃないの？もうちょっとね、自由っていいものだと思ってたよね。なんか楽なものだと思ってたよね。でもね、違うの。みんなが住んでいる社会、近代社会においては、自由とか権利っていうのは、それを守るために使い続けなければならないもの。だからね、アームチェアから、座り心地の良い椅子から、立ち上がって行動に移すよりも、それに深々と寄りかかっていたい気象の持ち主。これは安全で自由な現在の状態に満足して、積極的に行動する気のない人の比喩で、この日々の自由とか権利を行使しないものっていうのは、毎日の生活さえなんとか安全に過ごしていけたらいいとか、昨日と同じ生活をやっていこうとか、自分でいろいろ考えるのがめんどくさい、誰か別の人に考えてもらって、自分はその決められたことに従っていればいい、こういうふうに考えている人、それがね、アームチェアから立ち上がりたくない人、そこにずっと座っていたい人、こういうふうに表現されているわけ。ね、楽して過ごしたいっていう怠け者には、現代の自由とか権利は、甚だもって厄介な代物だと言える。つまり、そういった面倒くさがり屋とか怠け者にとって、この自由とか権利っていうのは面倒くさいもの。彼らが快適に過ごしていくためには、重荷となってしまうものだったんだね。つまり、自分のことを自由であるって信じている人間は、逆に自由でないことがある。つまりね、自分が自由だということを信じているから、のんびりと毎日を暮らしていってて、自分の考え方とか行動とかを点検したりはあまりしない。そこを怠っているために自分の中にある偏見、つまり偏った見方から最も自由でなくなってしまう。これは例えば自分が当たり前だと思っていることを疑わないから、それがたとえ自分が囚われている状態だったとしても、そこに疑問を持たなくなってしまっている。反対に自分が囚われているっていうことを痛切に意識している人、自分の偏向性、偏りをいつも見つめている人っていうのは、これはね、自由になりうるチャンスがまだある。もちろんね、自分の行動とか考え方を見直すってことは大変なんだけど、自分が当たり前だと思っていることを疑うっていうのは難しいことなんだけど、でもそういうことをやっている人、ちゃんと自分が何らかの観念、考え方に囚われていることを知っている人は、より自由に物事を認識したい、判断したい、こういうふうに思っているから、結局はより自由になることができる、こういうことなんだね。だからここで囚われている、この言葉に鍵括弧がついている。これはそれを分かっていない人は囚われた状態になってしまうけど、それが分かっている人はそれを見直そうと努力している人は、逆にこの囚われている状態っていうのが自由に結びつく。そういった意味を持つ囚われている、だから鍵括弧がついているんだね。でね、これは自由だけではない、制度についても言える。例えば民主主義。これも自由と同じで、民主主義が嫌い、こういう人はあんまいないよね。やっぱりいろんな物事を独裁者によって決められるよりかは、国民が主権を持って物事を自分たちで決めていくシステムの方がいいよね。だからたくさんの国で民主主義は採用されているんだけど、では実際にその一つ一つの国でこの民主主義が機能しているかというと、そうとは言えない面もある。つまりね、この民主主義っていうのも自由と同じように名前だけあればいいものではないの。であることが重要なわけではなくて、することが重要な制度なんだね。つまりこの民主主義っていう制度は、制度の自己目的化をいつも警戒する必要がある。先ほどの自由が本当に自分は自由なんだろうか、こういうふうにいつも考えて自分の行動を点検する必要があったように、この民主主義もその制度の現実の働き方を常に監視して批判することによって、初めて生きた民主主義となるっていうわけ。この制度の自己目的化っていうのは、ある目的を果たすために作られたはずの手段のはずなのに、つまりこの民主主義っていう制度は、国民が主権者となるために、より良い社会を築くために作られた手段であるはずなのに、その初めの目的を離れて、それが目的そのものとなってしまうこと、つまり民主主義が絶対的に正しいこととして物心化される、神のような力を持ってしまって、みんなの暮らしを良くしてくれるはずの民主主義が、それそのものが大きな権威を持って、力を持って、神のような存在になってしまう、みんなを支配する存在になってしまうっていうこと。例えばね、この民主主義の中では多数決によって物事が決められることが多いけど、この多数決っていうのも目的を達成するための手段にしか過ぎないよね。みんなでいい結論を出すために多数決という手段が使われる。
でもね、この多数決という手段が自己目的化されてしまった場合、この多数決が絶対化される、多数決で決めたことは絶対に正しいんだから、こういうふうになっちゃうと、そこで出された結論やそのプロセス過程で行われていることが良くないことであったとしても、それは無視されていってしまうっていうわけ。こういうふうにより良い社会を作り出すために作られた制度が、そもそも何のために作られた制度かってことが忘れられてしまって、その制度を守ること、それ自体が目的となってしまう、こういったことも出あることでは起こってしまう。つまりね、民主主義っていうのはその定義とかそこで生み出された結論を重視するよりも、することであるプロセスを重視することに意味があるんだね。この民主主義的思考っていうのは、そこで生み出された結論よりも、その結論が出されたプロセス、過程っていうのが重要なんだよ。こういうふうに言われるんだけど、その奥に潜んでる意味っていうのが、まさにこのすることの考え方だったんだね。で、こういったであることとすることの考え方を、さらに現代を生きる私たちが持っている哲学考え方にまで広げて見ていくことができる。例えば、プリンの味は食べてみなければわからない。こういう有名な言葉があるんだけど、まあこれ日本語で言ったら論より証拠だね。この言葉は先ほどのであることとすることでは、することの価値観を表しているの。私たちは現実の行動を通してプリンの味を実際に確かめていかなければならない。そうすることによって初めてそのプリンの味がわかる。こういった考え方がこの言葉の中には潜んでいる。つまりそのプリンの味が美味しいかどうか、それは実際に検査して証明すること、実際に食べてみることによって初めて証明されるっていうこと。一方で出あることの考え方は、いやいや、プリンっていうのは実際に食べてみる必要はないよ。そのプリンには私たちが食べるか食べないかに関わらず、属性としてすでに味が内在している、こういった考え方なの。これは味というものはそもそも属性、もともと持っている性質で、外から誰かが調べる必要がないもの、もともとそこにあるもの、こういった考え方なの。これはまさにであることの考え方だよね。みんなこれどちらが正しいと思う？プリンっていうのはしっかり食べてみないと味がわからないものなのか、それとも人間が食べるか食べないかに関わらず、もともとその中に味があるものなのか。これはね、答えから言うとどちらが正しいというものではない、物事の見方、考え方の問題なんだね。でもね、この二つの考え方が、現在の社会組織とか、私たちの人間関係、あるいは制度の価値を判断するときによく使われる考え方、二つの極を形成する考え方なの。つまり、物事の良し悪しっていうのは、その物事の本質として、その物事にもともと備わっているものなのか、ね、これは民主主義っていうものは良いものなんだから、民主主義でありさえすれば安心なんだ、こういった考え方と、いやいや、その物事の良し悪しっていうのは、その時々の行動によって検査、検証する必要がある。こういったね、である論理、価値と、する論理、価値の、二つの対立する態度が、私たちの社会とか人間関係のあらゆる場所で現れているっていうこと。もちろんね、これは最初に言った通り、現代は出会う論理、出会う価値から、する論理、する価値へと移っていこうとしている。重点が移動していっている。現在は江戸時代、徳川時代のような封建制度、人間の地位が制度によって作られて、それが代々受け継がれていくような身分制度っていうものは打ち破られて、哲学的には実在論から唯名論へと転換した。この実在論っていうのは、ある概念が個別のものに先立って客観的に存在しているという考え方。例えば正義という概念、理念っていうのは、実際の私たちの正しい行い、正義に基づいた行いに先立って実在している、存在しているという考え方で、いやいや、そうではないよというのが唯名論。そんな正義の概念っていうものはもともとこの世の中に存在せずに、それは人間が後から作った考え方、記号や名前に過ぎない。この世の中にあるものは一つ一つの私たちの正しい行いだけだ。ね、それを全部まとめるような正義、こんな概念は後から人間が作ったものだ。こういった考え方が唯名論で、現在はこの唯名論の立場に立って物事が考えられることが多い。で、そうやってね、人間が長い間信じてきたドグマ、教義、物事の見方っていうのは、それはね、独断的な考え方にしか過ぎないんだ。そういったことで、現在のするの価値観に合わせて、
一つずつふるいにかけられている。それ本当に合ってるのかなって行動によって検証されていってるっていうこと。で、これが現在のいろんな分野に広がっていて、それは政治や経済、文化など、いろんな領域で先天的に通用してきた権威に対して、長い間疑われることなく、であるとして世間に認められてきたことが、現実的な機能とか効用を問うする価値観によって、一個ずつ確かめられて変えられていってる。それがみんなで暮らしている近代社会の中で行われていること。つまり私たちの考え方である近代精神っていうのは、である論理、である価値から、する論理、する価値へと移っていってる。重点が移動していってる。こういうふうに言うことができるわけだ。これはね、さらにこういうふうに表現することができるよ。ハムレットの時代の人間の最大の問題は、to be or not to be だった。ハムレットっていうのはシェイクスピアの四大悲劇の一つ。この時代は17世紀初頭でまだ封建制度があったから、to be or not to be が問題となっていた。これはね、生か死かと訳されることが多いんだけど、この英文は、であるか、でないか、こういうふうに解釈することもできるよね。つまりこのハムレットの時代っていうのは、やはりこのである論理やである価値っていうのが問題だったの。ところがそこから現代の人間は、to do or not to do が問題になっている。近代社会の中で暮らしている人間にとって一番重要なことは、するかしないか、それが問題になっているっていうこと。つまりあなたの生まれとか身分とか、それが重要になってくる。であるの論理とか価値っていうのは、現在ではあまり力を持たなくなって、あなたは自分が持っているその能力を使ってどんなことをするんですかっていう、することが重要となっているっていうこと。まあこれは学校のテストとか受験でも同じだよね。そこでは生徒たちはどれだけ自分が勉強するか、それが試されているっていうこと。別に自分の親が偉い人だったり、自分が今までどういった人間であったかっていうことよりは、今この瞬間にすること、現在行われているテストの結果っていうのに注目される。その成績が良かった人が認められて、いい点数を取ることができなかった人は認められない。そういったシステムだよね。こう聞くとね、みんなやっぱり出会うことよりはすることの方が公平でいいんじゃないか。その人が現在努力しているかどうかで判断される方がみんな平等でいいんじゃないか。こういうふうに思うかもしれないけど、ここで言いたいのは、こういったね、どちらの制度、システムの方がいいかって考えるときに、この出会うこととすること、この二つの論理とか価値観が使われているっていうことなんだね。で、もちろんね、現在の私たちの社会っていうのが全てすることに移行してしまったのかといったらそうではない。そして全てがすることに移ってしまうことがいいことなのかどうか、それは違う。こういうふうに筆者は言っているの。でもね、そのことを話す前に、まずはこの2つの図式を使って、である論理価値とする論理価値というこの2つの考え方を使って現代日本が抱えている問題を見ていくことだってできる。それは今の日本社会っていうのは、この二つの論理価値観が入り混ざっている社会で、そこにはね、反省するべき点もあるっていうことが分かってくる。それはある面では甚だしく非近代的でありながら、つまり出会う論理とか価値が残っていながら、他の面では恐ろしく過近代的。それが行き過ぎちゃっている。することの論理とか価値が行き過ぎちゃっている面がある。こういった問題を抱えているのが現在の日本社会なんだね。現代の日本が持っている非近代的な側面としては、人間関係のあり方とか気づき方、あるいは組織の運営なんか、これはね、まだまだであるの論理、価値が残っている。例えばお互いの出身地とか学歴によって、それぞれのグループが出来上がったり、会社という組織の中での出世のスピードが違ってきたりもする。一方でね、する論理、する価値を元にして、様々な近代的制度とか組織とか文化っていうのは形作られていって、そういったシステムが形成されるスピードは行き過ぎている過剰なぐらいなんだね。そこにね、現代の日本が抱えるアンバランス、問題点があるの。つまり現代の日本っていうのは、制度と思考習慣の間にギャップがあるの。制度は近代的なものに整えられているんだけど、それを動かしていく人々の考え方っていうのは、まるで身分社会のようなであるの論理とか価値観が残っている。こういった外見と内実、外からパッと見た形とその実際の中身、そこの間に溝があるっていうこと。こういう問題を現在の日本は抱えているから、そこの部分を見ていきたいんだけど、まず最初に、もっとであるの論理とか価値の理解を深めるために、徳川時代、江戸時代の社会について見ていきましょう。
この徳川時代っていうのは、である論理、価値が中心となっている社会だよね。そこではね、出生、生まれとか、家柄とか、年齢、こういった要素がその社会において決定的には重要な役割を果たす。例えば自分が農民だったとしたら、頑張っていくら努力したとしても武士になることはできない。生まれが違うから。そういったであるの論理、価値によって切り捨てられてしまう存在。つまりこういった社会ではあなたは何をするか、何を立派なことをするか、こういったことが問題になるわけではなくて、あなたは何であるか、これが一番重要になってくるっていうこと。つまりね、支配層である武士っていうのは、支配している百姓とか町人に向かって何か具体的なサービスをするから、貢献をするからといって、初めて武士になったり侍になったりする、こういうふうには考えられていない。そういった具体的な貢献、現実的にどれほど役に立ったかどうかっていうことは、その人たちが武士である侍であるっていうこととは関係ないことなんだね。これは現在の政治家とは違うよね。現代社会においてはしっかりと国民のために働かない政治家はその職を失ってしまう。つまり政治家ではなくなってしまう。でも武士とか侍っていうのはそうではないっていうこと。もともとその人は生まれた時から武士、侍なわけだから、その属性は、その人が持っている身分は、その後のすることによっては変化しないものと考えられているんだね。で、こういった社会においては、人々の振る舞いっていうのは、自分が何者であるかっていうことによって、自分がどうやって振る舞っていけばいいか分かってくる。まあ言ってみたら、武士は武士らしく、町人は町人らしく、百姓は百姓らしく、まずは自分が何者であるか、そこから出発して、それに合わせて行動することが求められる。それぞれの人間が、それぞれに指定された、分に休んずること。与えられた身分に満足してそこで行動していくこと。これがその徳川時代に求められたこと。社会の秩序維持のために必要とされていたことだった。こういった社会の中では武士が武士らしくない行動をすること。百姓が百姓らしくない行動をすること。これはその社会の存続を揺るがすような行いだった。だからこういった社会では人間関係っていうものも、すでに定まった関係、規定の間柄っていうものが存在した。例えばね、この徳川時代にいろんな人が集まって会議をする、こんなことが起こったとするよね。まあもちろんね、この時代っていうのは身分がしっかりと分けられているから、いろんな人が集まって会議をする。そんな現代社会で行われるようなことはあまり行われなかっただろうけど、もしね、万一この時代にそういうことが行われてたとしても、みんなね、結構うまく会議を行っていただろうなって、そういうふうに筆者は考えているの。なぜならばね、徳川時代の人々は、それぞれが自分の身分をわきまえて、侍は侍らしく、百姓は百姓らしく行動していこう。こういったらしくの道徳を持っているから、ちゃんと自分たちの分をわきまえているから、会議、話し合いっていうのは、おのずと軌道に乗って、ね、その会議に参加している人たちが、別に現代の人が学ぶような会議の精神、会議の中でどういった発言とか行動をするべきか、そんなことを学ばなかったとしても、しっかりとそれぞれの人が自分の年齢とか身分に合わせて、ふさわしい態度をとっていってただろう。で、一人一人の人がね、そういった基準で行動する以上、その会議はうまく進んでいっただろう。こういうふうに考えられるんだね。多分ね、やっぱりその会議では、みんな初めて会った者同士であったとしても、武士、侍が中心となってその会議を進めていっただろうね。で、町人とか百姓がその会議に参加していたとしたら、それぞれ意見を求められた時に、自分たちの身分にふさわしい回答をしていただろうね。だからこういったであるの社会とか道徳が通用している徳川時代では、そういった価値観の中で物事はうまく進んでいってたわけだ。だからここでは赤の人間の間のモラルっていうのは、道徳っていうのはあんまり発達しない。というか発達する必要もない。発達しなくても社会はちゃんと動いていくことができるからね。でもね、今の時代は違うよね。赤の他人同士が接する機会が多い。それはお店の中であったり、街の中であったりするけど、そこでは赤の他人同士の道徳である公共道徳、パブリックな道徳といったものが必要になってくる。でもね、そういったものが必要なかった時代は、何も日本の徳川時代だけではない。例えば中国で発達した儒教という考え方。これは思想家、孔子を祖とする政治や道徳の教えなんだけど、その儒教の中だって、こういった赤の他人同士の道徳というものは考えられてこなかった。その儒教の中での基本的な人間関係っていうのは、君臣、父子、夫婦、兄弟、
そしてこういうなんだけど、今言った5つの関係のうち、初めの4つは縦の関係だとみなされている。今述べた熟語のうち、最初の文字の地が上で、後の文字の地が下と考えている。で、最後のこういうってのが友達関係のことなんだけど、それだけが対等の関係、横の関係で、そっから後のね、この横の関係である友達の関係を超えた他人同士の横の関係っていうのは、この儒教の中で考えられていなかったの。だからこの儒教道徳っていうのは典型的なであるモラル、であるの道徳なんだね。またこういった儒教的な道徳が人間関係の要、全ての人間関係の基礎になっているような社会は典型的なである社会だ、こういうふうに言うことができるんだね。で、こういったである社会と対立して現代の資格や役割を元にする関係、社会っていうのがあるの。現代の社会では赤の他人同士の間で関係を取り結ぶ必要っていうのが増大している社会だよね。そこでは組織とか制度の性格っていうのが昔とは変わってくるし、赤の他人同士の道徳を考えないであるの道徳だけでは足りなくなってくる。みんな毎日の生活の中でいろんな知らない人と関わりながら暮らしていってるよね。それは電車に乗ってどこかへ行くときもそうだし、家の近くのお店に入るときだってそう。今の社会では政治とか経済とか教育とかいろいろな場所で分業が生まれている。私はこの仕事を専門にやって、私はこっちの仕事を専門にする、こういった分業が進んでいて、そしてそれぞれの組織とか制度の中でまた何々局とか何々部、こういうふうにいろんな組織に分かれていく、分化していくの。そうするとね、同じ一人の人間が同時に多様な関係性を持っている。その時と場所によって一人の人間がいろいろ違った役割を演じなければならなくなってくる。これが現代における人間なんだね。例えばある学校の先生はクラスの中では担任としての役割を果たして、職員室の中では他の同僚たちと一緒に何か一つの問題について話し合ったりもする。で、家に帰ったら自分の子供のお父さんお母さんになったりするし、お店の中に入った時はお客さんとなる。こういうふうにね、現代社会の中で生きていくためには人間関係っていうのが丸ごとの関係ではなくて、その時その時の役割関係によって変わってくるっていうこと。つまりお互いがありのままの人間として、人間同士として付き合っていくっていう関係から、それぞれの場面でその人が必要な役割を演じていくようになるわけ。学校の先生がある時は担任であったり、ある時は他の先生の同僚であったり、家ではお父さんお母さんとなるようにね。だからこんなことだって起きる。ある人と会った時にまず先に今日の自分の役割を伝えるわけ。まず最初にね、今日は友人として話そうとか、今日は部長の代理として来ました、こういうふうにまず最初に自分の役割を相手に伝えないと、相手にとってもね、自分が何の役割で何の目的でここに来たのか、それが分からなくなってしまうわけで、これが出会う論理からする論理へ移った、こういうことなんだけど、これはね、何もある日人々が、あ、する論理っていいな、出会う論理をやめてする論理の考え方にしよう、こういうふうに考えて変化したものではないの。そうではなくて、世の中の生産力が高まって、交通が発展して、社会関係が複雑多様になってきたから、それに従って人間関係が変化してきた。みんなそれぞれの場面で何かをする目的でお互いに関係を取り結ぶ必要性が出てきたから、その比重、必要性が増してきたから、だからみんなの考え方が出会う論理からする論理へと変わっていったの。だからこういった考え方の変化っていうのは社会過程の一つの側面、社会が変わってきたことの証、こういうふうに言うことだってできるわけだ。じゃあね、この何かをする目的で結ぶ人間関係っていうのはどういうのがあるか、こういった近代社会を特徴づけるものとして機能集団がある。機能集団っていうのは会社とか政党、組合、教育団体なんかがある、ある目的のために作り出された組織。こういった集団っていうのは基本的にすることを原理として作り出されているからね。で、それぞれの団体内部の地位とか職能、仕事上の能力とか働きっていうのも仕事の必要から生まれてどんどん分かれていった、分化していったもの。だからね、こういった社会においては封建社会の君主とか徳川時代の武士とは違って、その人が何をするか、これが注目されるわけ。例えばその団体のリーダーとか会社の社長であったとしても、その人の偉さっていうのはその人の上役としての地位とか肩書きから来るものではないっていうこと。
彼らがそういった地位につけたのは、彼らが現在偉いのは、彼らが実際に立派なことをしたから、どこまでもその個人がした業績っていうのが価値を判定する基準となってくるわけ。ところが先ほど言った通り、武士はそうではないよね。武士はいつでもどんな時でも何をしても武士だった。また社会秩序を保つためにそうあらなければならなかった。でもね、これが会社の課長、こういう風になるとそうではないよ。もちろん彼には部下がいるかもしれないけど、そういった上司と部下の関係っていうのは、仕事という側面だけで発生する上下関係。仕事をうまくこなしていくための役割にしか過ぎない。だからアメリカの映画なんかで勤務時間が終わった後、社長と社員が一瞬にして普通の市民同士の関係に早変わりする、こんなシーンがあるんだけど、これなんかはまさにすることに基づく上下関係。私たちは仕事をする上ではどちらが上、どちらが下っていうことがあるかもしれないけど、その仕事が終わった瞬間に私たちはそれぞれ一般の市民に戻る。そこには上下関係は発生しない。こういった考え方がそこにあるんだね。でもね、日本ではこういうふうに考えられていないかもしれない。やっぱり仕事が終わっても上司は上司だし部下は部下。こういうふうに考えられているんだとしたら、それは日本の中でこのすることに基づく上下関係が結ばれていないっていうこと。仕事以外の場面でも会社の間柄が付きまとうならば、ね、仕事が終わった後とか休みの日であれ、社長は社長、部下は部下として付き合っていってるならば、それは日本の職能関係っていうのがそれだけ身分的になっている、であるの関係になっているっていうことなんだね。つまりね、もう一度身分と職能について整理をすると、身分っていうのは時とか場所に関わらない、そういったものに関係しない社会上の地位であって、職能っていうのは仕事をするための職務上の区分なんだけど、もしそれがね、日本の職能関係の中で、職場内だけに留まるはずの関係が、仕事が終わった後、職場外でも意味を持つのだとしたら、それは仕事上だけで存在するはずの職能が、時とか場所に関係のない身分のようなものになってしまっているっていうこと。こういうふうにね、現代の社会がする、社会する論理に移行している、移っていってる。こういうふうに言うときに、すべての領域で、すべての国において、同じテンポでそれが進行していってる、そうとは限らないっていうこと。また、日本とアメリカでの職場の役割としての呼び方、制度が似ていたとしても、そういった社会関係の変化っていうのが、自動的に人々のものの考え方とか、価値観を変えていくものではないっていうこと。つまり、である社会論理から、する社会論理への移行っていうのは、物事の各分野ごとに進んでいって、進み方に差が出る、そういった領域による落差っていうものが生じてくるわけ。だからね、一言で近代社会といっても、日本とアメリカでは違った近代社会が形成される。そこには様々なバリエーションが生まれてくるわけ。では、こっから日本で起きた急激な近代化、であるの社会や論理や価値観から、するの社会、論理、価値観へと移っていった、その急激な変化と、その問題点について見ていきたいと思います。まずはね、明治維新後に書かれた福沢諭吉の文章を見ていきましょう。そこにはね、こう書かれているの。世の中の難しいことをする人を、たっとき人と言うんだよ。ここで言う難しいことっていうのは、本を読んだり、物事を深く考えて、世の中の役に立つことをすること。これが難しいことで、そういうことをする人が、たっとき人、こういうふうに呼ぶ価値があるっていうこと。つまり、立派な人なんだよ、こういうことね。で、反対に、安きことをする人。まあ、さっき言ったようなことをせずに、楽なことばっかりやってる人かな。本も読まないし、物事も深く考えないし、世間のために役に立つことなんてしない人。そういう人は、卑しき人だ。ね、ダメな人間だ。こういうふうに言ってるわけ。だから、その人が立派な人間なのか、ダメな人間なのかっていうことは、その人のすることを見て決めることなんだよ。だからね、その人の形がいくら立派に見えたって、それが例えば馬に乗っていたり、刀を刺していたりしても、その人の中身が空っぽだったとしたら、何も立派なことをしなければ、それはダメな人間なんだよって。その人たちはただ先祖からお金とかお米とかを相続できたから立派に見えるだけでね。結局は今の時代そういう人たちは認められない。まさにこの福沢諭吉の文章はね、それが大名であっても公家であっても侍であっても、
それは先祖代々そういった地位についてきただけで、そういった家柄とか資産っていうのは、出あるの価値が通用していた時は立派な人、こういうふうに言われてたかもしれないけど、今の時代は違うんだよ。こういうことが書かれているんだね。価値基準の歴史的な変革の意味っていうのを言い表している。これは子供に向けて書かれた文章だったんだけど、子供たちにこれからの日本はもう徳川時代のような出あるの価値は終わったんだ。ね、明治時代になって近代国家を目指す日本は、する価値へと転換していかなければならない。こういうことを伝えようとしているんだね。ただこの急激な日本の変化っていうのは、近代化っていうのは日本に矛盾をもたらした。混乱をもたらした側面もあるの。それが近代日本のダイナミックな躍進の背景にあった。この文章であえて躍進の部分を鍵括弧にしている意味なんだね。躍進っていうのは目覚ましく進出することで、それは基本的にはいいことなんだけど、ね、この時代日本は富国強兵、殖産興業を目標にして、徳川時代の封建的諸制度を廃止して、工業化を進めていって、短期的に欧米と肩を並べるような近代国家の形を整えることができた。ね、これはまさに躍進と呼べるような出来事なんだけど、一方でこの近代化っていうのがあまりにも急激で強引だったから、国内に様々な矛盾とか混乱をもたらしてしまった。こういった批判的意味合いっていうのも、この躍進に鍵括弧をつけることで表しているわけ。まあもちろんね、当時の世界情勢から言って、日本はゆっくりと近代化を進めている時間なんてなかった。だからしょうがないといえばしょうがないんだけど、そのせいで日本の近代化には宿命的な混乱が伴ったわけ。日本の近代化はフランス革命やアメリカの独立戦争のような市民によって起こされた下からの革命ではなくて、明治政府による上からの短期間で行われた改革だった。だからね、確かに政治とか経済の制度っていうのはすぐに近代的なものに変えられたんだけど、人々の考え方とか習慣っていうのは封建時代のような考え方が残ってしまった。で、こういった矛盾が、先ほど例として挙げた仕事が終わった後も上司と部下の関係っていうのが続いている、職能っていうものが身分的なものとして考えられているっていうこと。日本はそういった制度と内実、表の面に出ている制度と実際の中身、内実が食い違っている。そこで混乱しているっていう現状があるわけ。でもね、考えてみて、会社という組織にはするという原理が必要だから、そういった制度とかが作られていったんだよね。一人一人の人間やその関係っていうのを身分的に考えるであるではなくて、その人が何をしたのか、何をするのかっていうことを大切に考えるするの原理を中に入れるからこそ、会社という組織は機能的に動いていくことができるはずだった。そこで出会う社会のモラルが持ち込まれている日本の社会や組織っていうのは、そこで型にはまった考え方になっちゃって、出会うとしてそれ以上考えなくなっちゃって、組織としての働きが鈍くなって固定化されてしまっている、セメント化されているっていう問題がそこにあるの。だから日本の中で起きたこと、それは続々とできていく近代的な組織とか制度の中で、それぞれが閉鎖的な社会を形成して、それぞれの場所でうちのメンバー意識とうちらしくの道徳が大手を振って通用するようになる。つまりそれぞれの組織の中にある社会が孤立していって、その中にいるメンバーを抱え込んでうち意識を育て上げる。で、その中ではうちの人らしく行動することを要求する。うちらしくの道徳が力を持ってくるようになるわけ。これってちょっと徳川時代の道徳みたいだよね。これはまさにする原理が建前の組織が、出ある社会のモラルで固まっている様子を表している。ね、部長は部長らしく、課長は課長らしく振る舞うことを要求されて、その人たちが何をするかよりも何であるかってことの方が重視される。で、こういった組織が世の中のあちこちに出来上がっているから、日本人は大小様々の内的集団に関係しながら日常生活を送っていくわけ。この内的集団っていうのは、その組織の中の対人関係が、その中でしか通用しない行動基準で動いていくこと、そういった閉鎖的で排他的な集団のことを内的集団といって、これが日本のあちこちにできている。で、自分が関わるそれぞれの集団のする価値の浸潤度、どれだけする価値が浸透しているかっていう状況がバラバラだから、それぞれの場所に応じて、組織に応じて自分の振る舞いを変えていかなければならない。こっちの組織の中ではそこまで出あるの価値は貫かれていない。結構自由な感じで、
自分たちの役割に応じて自分がやりたいことをできるな、そういった組織もあれば、こっちの組織に入るときは結構ね、出会うの価値が重視されている。自分があるいは別の人がどういった地位であるかに合わせて、そこで求められる振る舞いをしていかなければならない。こういうふうにね、自分の考え方、気持ちを切り替えていかなければならないから、小説家の夏目漱石は明治の末年に、日本人はノイローゼ症状を呈している。ね、精神状態が不安定になっちゃっている。こういうふうに表現したんだね。で、このことは夏目漱石が言うには当然の結果だ。こういうふうになるわけ。なぜなら日本の近代化っていうのは外からの刺激で、言ってみたら欧米の圧力によってやむを得ず起こったことで、西洋では100年かけて起きた変化を日本では半分以下の時間で行おうっていうんだから、当然そんな早く人々の価値観、考え方を切り替えれるわけがない。だから日本人はノイローゼ症状、精神状態が不安定になってしまうんだ、こういうふうに言っているので、そんな日本の近代化の厄介なところは、することの価値が必要な部分、することの価値による不断の検証が必要な部分ではそれが欠けているのに、それほどこのすることの価値が必要でない部分、あるいはね、世界的にこのすることの価値があまりにも入ってきすぎて、それはあんまり良くないんじゃないかって反省されている分野で、かえって効用とか能率原理っていうのが重視される、することの価値がどんどん浸透していってるっていうこと、それはね、日本の近代化の中で驚くべき速度と規模で進展していってるんだね。つまり現代の日本ではする価値と出会う価値が倒錯してしまっている。ひっくり返っちゃってる、逆になっちゃってるっていうこと。で、それは特に大都市の消費文化において甚だしいんだけど、まあね、住居の変化、そういったものに関してはそれなりの意味がある、いい面もあるんだよね。例えばね、以前の出会うの象徴であった床の間付きの客間、こういったものは今の日本の住宅にほとんど見られなくなった。客は客、その家の主人は主人、こういったものをしっかりと分ける床の間付きの客間っていうのは、出ある原理が象徴しているものと言えるからね。で、現代の住宅っていうのはもっとすることに価値を置いてる。実際にその住居を使う人のことを考えて、台所とか居間とかがしっかりと作られるようになった。あるいは家具も使いやすく機能化されていった。でもね、こういった部分っていうのは確かに失われるものはあるんだけど、まだね、いい部分もある。でもね、休日においてスルーの原理が入ってきちゃったら、それは休日の良さがなくなってしまう。休日っていうのは出あるの原理が重要なもの、静かな憩いと安息の日、その日を使って何かすることを求められるのではなくて、休日であること、そのこと自体に意味があった。ところが現代においてこの休日っていうのは恐ろしく多忙で忙しい日、何かをする日と化してしまっているの。つまりこの休日を使って何をするか、お父さんは日曜大工をするかもしれないし、若者は夜行列車に乗ってスキーに行くかもしれない。そういったレジャー、遊びだって何かをすることからの解放ではなくて、どれだけその決められた時間内で多くのことをこなしていくか、たくさんのことをやって楽しむか、そういったことが問題になっているので、筆者が危機感を持っているのが学芸のあり方。学芸っていうのは学問と芸術。筆者はこの学芸に関してはする論理、価値観が入ってきてはならない、こういうふうに考えているの。学芸は出あることでなければならないと考えているんだね。ところが実際にはこういった学芸の分野に大衆的な効果とか実用っていう基準がどんどん押し寄せてきているの。そこですることの価値っていうのが求められていっているんだね。これはあるアメリカの研究者が嘆いていたことだけど、研究者としての昇進っていうのが一定の期間内でどれだけ世の中に認められたか、例えばね、何冊の本を出版したとか、どれだけのテレビに出演したとか、そういった形として残るもののみで研究者の昇進が決められるようになってしまっている。研究者としてどれだけのことを試作したか、精神活動を行っていたか、そういった論文とか著作の内容よりも世間に認められたという形、業績によって研究者の昇進が決められるようになってしまっているんだね。ってことは、研究者として昇進していくためには自分が必要と思うこと、その学問分野にとっての重要な発見とか研究ではなくて、世間受けすること、他の人にたくさん認められるようなこと、それを使って世の中の人が便利に暮らせるようになったり、企業が利益を出したりすることができるような研究、業績っていうのが高く評価されるようになるっていうこと、これはまさにすることの原理が
学芸の分野に押し寄せてるっていうことなんだね。でもね、学問っていうのはそういうものではないの。あるフランスの学者が教養についてこういうことを言っています。ここで言う教養っていうのは何も物知りっていうわけではなくて、人間の内面の精神生活のことなんだけど、人間の精神の状態はどういったものが教養があると言えるのかというと、それは自分について知ることと、自分と社会との関係、あるいは自分と自然との関係、こういったものについて自覚を持つこと、これが教養なんだ、こういうふうに言ってるんだけど、これはまさに出あるという状態だよね。その人がどういう状態にあるか、出あるということが大切にされるのが教養だ、こういうふうに言ってるわけ。つまりね、ここでは学問において業績を出すとか、何かを発表して世間に認められる、こういったすることによって教養があるかどうか、そういうことを見分けるのではなくて、その人の心のありよう、精神生活によってその人が教養があるかないかっていうのを見分けるべきだ、こういうふうに言ってるわけ。つまりね、芸術とか教養っていうのは果実よりも花なの。ここでいう果実っていうのは芸術とか教養がもたらす結果。例えば物質的にどれだけ豊かになったとか、便利になったとか、どれだけ高く売れたとか、そういったことが果実で、花っていうのは芸術とか教養それ自体が私たちに与えてくれる感動、それはお金に換えることはできないけれども、私たちの気持ちを豊かにしてくれるもの、そういった発見を花というふうに言ってるわけ。だから芸術とか教養っていうのは果実よりも花、それらがもたらす結果ではなくて、それ自体に価値がある。花はその人に名声とか富とかをもたらさないかもしれないけど、その人にかけがえのない個体性、つまりその人ならではの、その人だからできた発見、こういった存在価値を与えてくれる。だからね、こういった芸術とか学問みたいな文化の価値基準は、大衆の好みとか多数決では決められないもの。学問や芸術の世界で価値があるもの、それは何もみんなに認められて、そこでお金儲けができるものではないっていうこと。例えばね、こういった学芸の世界で優れているとされる古典を見てもそれがわかる。古典というのは何百年も、いや何千年も残っているもの。こういったことは産業界では考えられないよね。そこでは古いものは新しいものに変えられていって、古いものの価値はなくなっていく。忙しく働いて前へ前へと進んでいくこと、これがすることの原理で動いている産業界だけど、古典というものはそれと違って古くてもずっと残っているもの。別にそれは時代に合わせて作られたものでもないし、その時その時代で結果を残したかどうか、それだってその当時認められていなかった古典だってたくさんある。それでもそういった古典が現代において人類の宝物になっているっていうことから、そこではするの原理とは違った原理がある、こういうふうに考えるべきだよね。それが作者はであるの原理だ、こういうふうに言っているの。もちろんね、政治とか経済の分野では学芸と同じことは言えないよ。特にね、政治っていうものは花によってではなくて果実によって判断されなければならない、こういうふうに筆者は言っています。どれだけみんなの役に立ったか、結果を残したか、そういったすることによってのみ、政治家は政治家となることができる。立派なことをしたから、みんなの役に立ったから、だから政治家なわけ。これがね、ある政治家が何もしなかった場合、何も動かなかった場合、これはダメでしょ。ちゃんとやるべきことをやってください。仕事してください。こういうふうになっちゃうわけ。現実に世の中にはたくさんやらなければならないこと、処理しなければならないことがあるはずだからね。ところがね、これが学問のことになると、こうとは言えない。何もしないこと、休止すること、休むっていうことは必ずしも怠惰とは結びつかないの。休止すること、それ自体が生きた意味を持っている。これが先ほどのアメリカの研究者が嘆いていたことなんだけど、現在は一定期間のうちにある成果を出さなければならない、こういった時代になってしまっているけど、本当はね、そうじゃないはずなんだよね。ひたすら成果を出し続けること、業績を出し続けること、それよりももっと大切なことが研究者にはあるはずなの。それは思考を重ねること、研究を繰り返すこと。もちろんね、ずっと考えてる間、いろいろと研究してる間、その間は成果出すことできないかもしれないけど、でもそういった価値を蓄積していくことによって、ここでの価値っていうのはじっくり考えることとか研究を繰り返すことなんだけど、それは社会に出ることがない、旗から見たらただ休んでいるだけのものだよね。でもそれがあるからこそ次の創造につながっていく、次の新しいものを作っていくことができる、生きた価値があるっていうわけ。まあもちろんね、ここで言っているのはずっと業績を出さないことがいい、そういうふうに言ってるわけじゃないよ。
傍から見て休止しているから良い悪い、こういうふうには決められないっていうこと。学芸の世界においてはこういった休むこと、休止っていうのが非常に生きた意味を持ってくる。つまりそこで重要なのは、その学芸に関わっている人が優れた精神状態にあるかどうか、そこに出会うの価値があるかどうかが重要だっていうこと。そこで内面的な精神生活をしているかどうか、そういった出会うの原理に基づいた状態になっているかどうかが問題なわけ。で、今の日本でこうやってじっくり考えて研究を続けていくという、深く内に蓄えていくっていうこと、価値の蓄積が大切になってくるはずだ。こういうふうに作者は主張しています。それは現代のような政治家の時代においては、学問の良し悪しですら政治的に決められることになる。つまり役に立つ学問研究にはお金が支払われて、優先的にそちらの研究が進められていき、そうでない学問研究は切り捨てられていく。こういったするの価値によって、文芸など大切なものが切り捨てられていっているような時代には、文化の立場から、政治への発言と行動っていうのが大切になってくる。そしてこういった行動によって先ほど述べた、である価値とする価値の盗作、ひっくり返っている状況が、もう一度再転倒する道が開かれる。こういうふうに筆者は考えているの。先ほど述べた通り、現在の日本の状況は、学問や芸術などであるの価値が意味を持つ分野に、公用とか能率原理っていう、する価値がはびこっていってる。その一方で政治とか経済などのようなすることによって価値が生まれる分野では、する論理によって考えなければならない分野では、まだまだ出会う価値が残っている。そういった価値の逆転が今の日本では起きているんだった。だからそういった状況を改善するために、逆さまになっている状況を再転倒させて、出会う価値が必要な部分には出会う価値を、する価値が必要な部分にはする価値を、それぞれに持たすためにも、であるの精神を持つ文化の立場からすることの大切さが求められる。政治への発言と行動が求められるっていうこと。これはラディカルな、つまり根底的な徹底した精神的貴族主義が、同じようにラディカルな徹底した民主主義と内面的に結びつく必要があるっていうこと。つまりね、先ほど言った通り、文芸の世界では、文化の立場では、であるの精神が必要だった。これを精神的貴族主義、こういうふうに言ってるわけ。つまり自分の存在のあり方っていうのを意識する、重視すること。そこに高い精神的価値を求めること。これが学芸、文化が必要としていることで、それを追求していくことが、ラディカルな精神的貴族主義、こういうふうに言うことができる。一方でね、民主主義というものは、することの大切さが求められているんだった。私たちの日々の行動とか過程を重視すること、それによって何としても民主主義を守り抜くこと、それを徹底するのがラディカルな民主主義。そしてこの2つは私たちの内面で結びつけることができるんじゃないか。つまり精神的貴族主義を持ちながら、その心構えを持って日々民主主義で求められている事柄に当たっていく。それによって私たちは出会うの価値とする価値を本来持つべき場所に持たせることができるっていうわけ。で、これっていうのはカール・マルクスがフリードリヒ・ヘルダリンを読むような世界、こういうふうに言い換えることもできる。マルクスっていうのはすることの価値を追求した哲学者、経済学者で、ラディカルな民主主義の代表、こういうふうに考えることができるし、一方で詩人のヘルダリンはラディカルな精神的貴族主義の代表者、こういうふうに考えることができる。だからね、普通に考えるとカール・マルクスがフリードリヒ・ヘルダリンを読むような世界っていうのはちょっとつじつまが合わないような感じなの。両者はラディカル徹底してるっていう点では一致する部分があるんだけど、マルクスは常に政治経済、現実世界について語っていて、ヘルダリンは精神世界について語っている人物だから、一見ね、この二人っていうのは正反対の立場のように考えられがちなんだよね。でもね、ここで筆者が言いたいことは、この二つが結びつくことによって、統一されることによって、私たちの社会が抱えている価値盗作が再転倒する。それぞれがあるべきところに収まる理想的な状態が出現する。こういうふうに言っているんだね。どうですか？今回の授業、わかりましたか？であることとすること、こういうふうに考えてみれば、
私たちや社会が抱えているいろいろな問題が、あ、なるほど、こういうふうに分かってくる面がありましたね。そしてそこから私たちが抱えている問題をどのように解決するのか、そこまで書かれた文章でした。もう一回今回の文章を読み直して、筆者が主張していることをしっかり掴んでいってください。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。